続フォアボールでノーアウト二塁一塁のピンチ。ここで吉村のファールフライ、古田と長嶋が追っていく追っていく追っていく、おーっと落球。この後なんとかワンアウトを取って、さあやったダブルプレーで試合終了と思ったところが、またまた長嶋弾いてワンアウト満塁となってしまったのです。一気に押せ押せムードの巨人は、ここから福王、篠塚、河合と席を切ったように3連続タイムリーで、なんとなんと同点に追いつきました。なおもヤクルト絶体絶命のピンチに、バッターは首位打者の駒田です。東京ドームを揺るがす大歓声の中、打球は右中間へ飛んで巨人サヨナラ勝ち。長嶋の3安打で始まったヤクルトの連勝はついに12でストップです。